どうしてうまくいかないのかな。魂が宿らないってことは、何かが間違っているんです。おじい様のやり方と。でも、おじいちゃんのためにも、ここで諦められないよ。そうだな。じいさんだったらどうするか、考えよう。金さんがロデオ丸を作った時はどうしたの？足はネットで発注して、その時は魂入れまでパックでついてやしたんで。どうしやした？高春坊ちゃん。わかんないけどさ、俺たちがじいちゃんと同じやり方で作れるかな。ほわえ？高に、何を今更。私たちじゃ無理ってこと？大体、このやり方以外お供には作れないじゃん。そうですよ。おじい様のためにも、私たちが頑張らないといけません。そうだけどさ。ガシャドクロ召喚の術！ゲロゲロ、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 ゲロゲロ。でっかい妖怪か。待ってください、高春くん。まだお供人が完成していません。うん。だからって妖怪をほっとけないだろう。でも。なんか、変な気がすんだよな。変？ああ。じいちゃんより弱い俺たちが、じいちゃんと同じやり方で、じいちゃんの作ったライオン覇王を任したイザヨイのカラクリを倒すんだろ？なんか、変じゃんか。あ、そう言われますと。俺わかんないからさ、やるべきことをやるだけだ。ああ、お兄ちゃん！僕も行く。お供にはかすみちゃんたちに任せるから。あ！ロデオ丸ならまだなんとか使いやすから。足も行ってきやす。ああ、ちょっと待ってよ。たく、後先考えず、勢いに任せすぎだ。あいつ、バカだよな。うちの兄が、すいません。でも、間違ったことは言ってないな。え？え？うわまたお前か！タヌキの忍び、死んでなかったんだ！無事だな！ふん！もうお遊びはおしまいだ！今度はお前らを本気でぶっ潰す！遊びだろうが本気だろうが、俺は目の前の敵を倒すだけだ！ひゃー！行きやすよ！ヒーハー！高春は、ラスト忍者にはラスト忍者の、自分たちには自分たちのやり方がある。そう言いたかったんじゃないのか？自分たちには自分たちのやり方。まあ、自分たちのやり方といったところで、あいつは目の前のものに飛び込むしか、できないようだがな。鉄之助さん。高春くんの通訳として雇わせていただきたいです。ふぅーどーん！こいつはハードでロックなシチュエーションでございますね。なんとか踏ん張りやすよ、ロデオ丸！ふぅーおぉふぅーゴツンガシ、あ、wait, wait, 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 wait! そんなに怒らなくても、ディッシュ、ディッシュ、あれー、キンちゃん、ザシュン、ザシュン、ディッシュ、よそ見する暇があるなら、さっさと終わらせるぜ。キ
だらしないぞ、高兄。ヤクモ、霞風花、できたの？いえ、まだです。じゃあなんで来ちゃったの？俺たちはじいさんのやり方に固執して、自分たちの世界を狭くしていたようだ。そう言いたいんだろ、高兄。そうだっけ？なので、まずは目の前のものに飛び込んでいくのが、正解と思いまして。それが私たちのやり方ってこと。ああ、うん。あのタヌキ、さっさと倒しちゃおう。おう、タヌキじゃねえ、ムジナだ。どっちでもいい。はっ、ガマガマ銃。決めるぞ。手裏剣忍法奥義、一斉に出た。はあ。ドーン。ドーンドーンドーン。じゃんけん祭りだ！最初はグー！じゃんけん！ポン！俺が出したのはグーに当たるハンマーだ。パーに当たる盾を出したやつの勝ちだ。俺たちの動画も見て、今日も元気に行くぞ！うわーはっはっはっは！再現戦隊マサトシマエタの活動は、メンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう！もしかあの子が好きならば、てんてってん。よろしくお願いします。前田でした。